あー、ちゃう。もういいから、もうしようもう。ないよ、もう勝手に親よ。これね、まあ、幼稚園から一緒の今4人いるんですけれど、あの、まあ、皆さんフリーターということで。いいですよ、それでいいですどんな幼稚園園長なくで私立やのにほんまに、高い金払って。あの、どこに所属したんですか。食品メーカーやな。どうですか、何か今2年目か2年目やな1年目どこ行ってたの。1ヶ月半だけ行ってた。どうやったの。なんもないね。1年目ってだってその現場研修ってことだ。いや、そういう研修1ヶ月半だけな。コンビニ1軒だけでご飯もなんもない。食べるとこないし嫌にならんかった。成功マン僕やったら多分嫌になってる。俺は嫌やって。でもそれ1ヶ月半だけやったから耐えれて。ああ、そうそうそう、そのモチベーションというか、モチベーションなんもないよ。隣にはあの卸売業というね、メーカーとすごい関係がある人がいるんですけど楽しくはないよな、社会人は。やけどもまあ別に辞めるほどでもないってことやな。そうやな、別にだって今何もさ困ってもないからな、うん、あれ顔隠してる。デリバード、あ、デリバードみたいな。なんなんそれ、なんなんデリバードってそうずっと言うけど。ポケモンのサラクロスみたいな。そうそうそう、メイクロックしたら絶対やる。おかしいやん、ディスられてるやろ、デリバードみたいな。そうか、あれいいポケモンやったわけ。いいポケモンって使ったことないやん。みっあんま見ない見てみ、見てみ。何頑張る必要どこやねん。間違いない。何か追ってたら頑張らなければ、何か追わなければいい。どちらを取るかって話なんだよね。最初からお前ら何を追いかけてる。今は追う必要だよ。想像ついた。今はとにかく働いて、何か追いかけたいもの見つかった時の資金を取ってるだけ。その長期的な選択肢を狭めへんために今は頑張る。でも思うんやけど、ほんま、あの辞める時とか、あの友達とかって飲んでみる。10年後どうすんのみたいに言われて、うん、その時思ったよ。10年後どうすんのって言ってるあなたは10年後また10年後どうすんのって言うわけよ。確かに。で死ぬわけ。さ、帰るか。ええー。でな、仲良かった。仲良かったな。やっぱ時間ってな、あの変え難いもんや思う。あ、以上です。終わり。朝。なんか具体例出してくるんかなと思って。一回俺。バイトしたときに帰ろうと思って、その歩いて、そのおしゃれなオリーブオイルを使う中国料理、中華料理があって、どっちやっち、ごま油使えよ。そう、そうやな。おどかわりだ。買おうかなんか。え？牛乳買ってもらうか。いる？牛乳なの。何したい？別に話すことないです。別に社会人としてみたいな。みんな。でも今日ね、今日ね。でも質問としたら何やろな。何も質問なんかないやん、絶対。ないやん。まあ、ビールといえばね、キリンですよ。あ、そのやつや、洗うの忘れてた。あ、ほんまや。あ、そんなんあんにゃ。汚い。気にすんにゃ。スーパー。これは、トイレに買ったやつね。これ、メガネを持ってきてくれて、これ、メガマイ。汚いな。でも、共産。これ。ベージュ、すごい強いな。支持母体強すぎるわ。何のカメラ目線カットや。水かい。全然いいっすよ。もうなんで？動き出しました。まあ、あうわあ、来た。まあさっき食ったんで。ピザ。これ餃子の皮つぶ。餃子の皮でね。そうなの。すごい。みんな感じやって、あ、これであかんや。そっからもう。これはでも。もうあれやな、デリバルなタオケやな。このままやな。顔ずっとこれやから。体温の光をここで集めた。そっから次の日もどのテンションで言うてんねんお前。セタ今ちょっとそういう話してないから。いいっす、それでも商品ですよ。テンション間違ってるよ。いいっす、いいっす。俺は入ってないね今。食べないで。食べないで。うまいって言ったわけね。うまい。そう
それてかなんでそれもこれがあるなよな人生になるなと思ったのなんでここでよう就職したあかんと思ったのに何か関係あるやん早ないほんまに待てまだ10年10年ぐらいあるなんでこの人たち一緒のクラスになるんやろうと思ってあー2年なそうえ2年同じクラスそうやねあそうなんやうわえぐいえぐいな楽しむなでしかも少人数で分けられるやん普通だったはいはいはい、はい、なのにまた一緒なんやもう半組もうと思ってえ、ね、ちょっと待って今までここの2人みんなはねうわ志村けんかお前何のカメラ目線すまへん誰にあげてどんだけ撮ったらいいのこれムービーで